終戦の日を明日に控え、東京で開かれる全国戦没者追悼式に参加する県内の遺族らが今日神戸を出発しました。 JR 新神戸駅では追悼式に参列する県内の戦没者遺族114人が集まり、出発式を前に結団式が開かれました。兵庫県によりますと、全国の戦没者はおよそ310万人で、県内でも10万9000人以上が犠牲になったとされています。兵庫県の遺族会はおととし青年部を発足、青年部の参加者はその後も戦没者の孫やひ孫を中心に増えつつあるということです。戦死したり何かしたら向こうが、みんな苦労するいうことだけはもうみんなに言いたいな。戦争のない国が一番よろしいない思い出ですわ。高齢化が進んでるんで、そのちょっとでもその若い人たちがその気持ちを受け継いでいけたらいいなと思います。全国戦没者追悼式は明日東京の日本武道館で開かれ、全国からおよそ6000人の遺族が参列する見込みです。